ちゃんはね。これみっちゃんでした。あかり、たすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。若さはそらさんいらっしゃい。意義あり。三個目さんいらっしゃい。あこです。うーたんいらっしゃい。なりさんいらっしゃい。あこるるさんいらっしゃい。ただいまちくりんさんいらっしゃい。あくずです。わたるさんいらっしゃい。誰が漏らしたのかな。あこそういさんいらっしゃい。なんだろう。やっぱり深く考えすぎない方がいいね。きっとどこかに情報はあるんだ。わかり、のりとぺさんいらっしゃい。あくつ12個目さんいらっしゃい。はあみちゃんが気になって。わからんぷす6音さんいらっしゃい。わからん係長いらっしゃい。わかせへでけいすけさんいらっしゃい。発想を逆転させるんや。私が一番苦手とするところです。このゲームの醍醐味なのに。はみちゃんはね、とってもいい子で可愛くて、いい子で可愛くて、あの子が犯人だなんて思ってないよ。ただ、何か隠してるんだ。ふん。あの日、まよいちゃんはあの子と一緒だったよね。うん、二人でね、マリツキして遊んでたの。マリツキね。手がかりにはならないかな。マリツキ？赤です。17個目さんいらっしゃい。赤澤まさきさんいらっしゃい。いい子で可愛くて、可愛くていい子なの。赤つウィンドさんいらっしゃい。ホームラン打った。間違っていいやん。そのマリについてもうちょっと聞かせてよ。そう言われても普通のマリだよ。私が霊媒の準備を始めてからも遊んでたみたい。あ、マリをして遊んでたんだ。ハミちゃん、マリ大好きっ子だから。大好きっ子？マリが見たいんだったら、衣装箱の中に入ってると思うよ。衣装箱？うん、ハミちゃんいつもあそこにしまってるんだ。あのね、控えの間にある衣装箱。大きいからすぐわかると思うよ。あれか。やったぜ、進む。あこたん、ジョナさんいらっしゃい。山田や中田ならともかくあの小林だからね。そうな。あこつ、そらさんいらっしゃい。一応全部話を聞いていきましょうか。どうだった今日の裁判は。さすがなるほどくんって感じだったよね。もうダメって思ったらいつの間にか逆転してるの。演出？あれ。バカ言うなよ。法廷が終わるたび命が音を立てて沈んでいくよ。本当ありがとう。ねえ、なるほどくん。桐崎先生を撃ったの私じゃないんだよね。そうだよ。君は完全に無実だ。本当にそうなら嬉しいよ、私。でも、あの部屋には私と桐崎先生しかいなかったんだよ。屏風の後ろは？見た？チラッとだけど人はいなかったな。夏美さんもそう言ってたな。そんな単純なトリックじゃないってことか。わこっちゃんです。25個目さんいらっしゃい。わこつ26個目さんいらっしゃい。わこつひでさんいらっしゃい。なんや、健康志向やな。青汁買ってきた。続けないと意味ないよ。逆転裁判はね、1からちゃんとやってるよ。ただね、3年前なんです。1をやったのが3年以来ですよ。かなり生鳥かっこ悪い。あのさ、なるほどくん。ん？なるほどくんはどうして信じてくれるの？私が桐崎先生を殺してないって。千鶴さんが教えてくれたんだ。お姉ちゃんが？霊媒師は夢を見ないって。霊媒中は意識が途切れるから夢なんか見られるはずがない。あ、そういえば、じゃあ私？迷いちゃんは犯人じゃない。多分霊を呼ぶ前に眠らされたんじゃないかな。そうだよね。眠らされた？最初から計画されていたのかもしれない。桐崎先生が死ぬことも迷いちゃんに罪を着せることも。そんな。以上ですね。
じゃあ、ちょっとハミちゃんのとこにすぐ戻ってみたいと思います。逆サイチのね、動画はないですね。確か。お？お？ギャッ！あ、ちょっと待ってくださいよ、夏美さん。屋敷の中に逃げていってしまった。ハミちゃんいないし。なんだあいつ、アフロ。アクパス、レトさんいらっしゃい。俺は無実や。夏美さん、出たー。あ、また。他の魚寄ってこんといて。うちはダメな女や、見たらあかん、目が腐るで。参ったな。渡り廊下。のぞみちゃんは置いといて、控えの間。あ、マリ落ちてる。なぜだ。夏美さん、こっちの方へ来たはずなんだけど、どこかに隠れてるのかな。絶対この中で絶対この中でしょ。せーの。マリがしまわれていた衣装箱だ。開けてみるか。ギャッ。うわな、何してるんですか、こんなところに入って。うちはダメな女なんや。ほんま穴があったら入りたいわ。穴がなかったから衣装箱に入ったってわけか。やれやれ。ん、この衣装箱、小さな穴が開いてるぞ。あ、衣装箱の中から撃った。あの屏風と同じ高さだ。もしかしてこれは人が入ってたんだもんね、夏美が。うんうん、なるほど。じゃあ人影も見ない、いないはずだよね。足元から20センチほどの高さに弾痕のような穴が開いている。弾痕のような。マリを取りましょうか。あ、殿様マリっつーかボールやんいつまえねさんいらっしゃい。私もうちょっとちゃんとしたマリやと思ってた。あ、こついらっしゃい。私はね、ある方じゃないかないらっしゃい。知らんけど。ゴムマリですね。さすが殿様。カモメさんいらっしゃい。なかなかね、後出しだとな。私ちょっと突っ切っちゃうからね。そのざまがのヒットポイントですよ。いつもは衣装箱にしまっているって、まゆえちゃんが言ってたけど、なんでこんなところに。はるみちゃんのお気に入り。中から夏美さんが出てきた時には死ぬかと思ったぞ。人が一人入れるほど大きかったとはね。うん、これ重要ですね。よし、では移動してみましょう。ずっと流行ってんだね、殿様ね。のぞみさん置いときます。同日某時刻、綾瀬とけ修験者の間。あ、なるほどくん、今あの人が走っていきましたよ。あの人、ほら、あの焦げた綿あめみたいな頭の。あ、夏美さんか。そんな目で見んといてとおっしゃってましたけど、私そんなに目つきが悪いのでしょうか。あ、そうそう、あの方から伝言があります。自分を見つめる旅に出るので探さないでくれ、だそうです。そう、ありがとう。どういたしまして。さあ、ではマリのことをちょっと聞いてみましょう。はるみのアリバイ。これっておそらく答える数ですぐ開くのかな。じゃあもう開きそうだよね。まずはるみちゃんは、事件があった時、渡り廊下でマリをしていた。気づないでしょ。で、マリを突きつける。完璧や。今日は完璧やで。なんでこんな追い詰められてんの。ハミちゃんに何回か殺されたんです。
このマリで遊んでたんでしょ。あ、当たりです。どうして一個だけ。まゆちゃんが言ってたからね。ハミちゃんはマリ大好きっ子。そうです、私マリで遊んでいました。それで何かあったんだね、とんでもないことが。ドキッ。何ですか何かって。私はこれが最後だよ。マリで遊んでいた時一体何が起こったか。壺が割れたんじゃないだろうか。私のこの洞察力です。ロックさんいらっしゃい。この壺、里の宝物なんだってね。あ、クライン流霊媒堂の奏者の魂が封じ込まれるでしょ。はい。なんかひびだらけだね。あ、マリをぶつけたのもしかして。それに隙間も空いてるし。いじめないでください。はるみちゃん、割っちゃったんだね、この壺。大変なことをしたんだな、はみちゃん。そっか、きっとマリが当たったんだ。キミコさんにバレたら怒られちゃうもんね。黙り込んじゃったぞ。大当たりみたいだな。でもロックがパリンといかないのが気になるな。古い壺なのですよ、あれ。え？ひびぐらい入っていてもおかしくないです。声が震えてるよ。あの壺が一度割れたってどうしてわかるのですか。え？あの壺が一度割れたってどうしてわかるのですか。え、だってひびと隙間だらけでしょ。え、さあどうしてだ。これはちょっと考えたらわかる。一度割れた。なんだろう。あ、そっか。古ければ入るってことをハミちゃんは言ってんのか。俺が言ってから。グラさんいらっしゃい。ハリスさんいらっしゃい。ねえ、見ればわかるよね。見ればわかるじゃん。私が弁護士だからです。ということでね、ちょっとね、起きましたので、また続きは寝る前にやりたいと思います。お疲れ様でした。ごめんね、また後で。